NHK 朝の連続テレビ小説第110回目「虎に翼」が4月1日新たな物語の幕を開けますこのドラマは日本初の女性弁護士で戦後裁判官になりそして女性として初めて裁判所長を務めた実在の人物三淵義子さんの生き様をモデルにしていますドラマでは彼女の名を命爪ともことしその壮大な人生を描き出します 私が楽しみながら制作した電気物語「三渕よし子の生涯」は彼女の実際の足跡をたどり多くの文献調査をもとに事実に忠実なストーリーを紡ぎ出しました朝ドラ「虎に翼」を見る前にぜひこの物語をご覧いただき史実の知識を深めてからテレビの世界に足を踏み入れてみてくださいそれによりドラマが一層楽しくなるでしょう チャンネル登録もよろしくお願いいたします。